これは縦が46センチ、横が30センチ、高さが6センチほどで、劇場の内部が実物のおよそ66分の1の大きさで再現。公演では舞台の一部と観客席の下に車輪をつけて場面ごとに動かす演出を行っていたため、この模型を使って舞台での動きや演出の流れを確認していたといいます。模型の天井部分には 世界はたった一人の主人の不在によって満たされているという寺山さんの直筆の文字も書かれています。私の生活を変わりましたの。ここの芝居を見ると22歳の時でしたの。寺山主治とてもありがとうございます。よく来てくれたなと。 実はすごく喜んでます。寺山修司記念館では今後模型を一般に公開することにしています。続いて気象情報です。まずは今の外の様子です。青森市内は青空が広がっています。